ノンラップインフィニティ、チャイニーズアクセラレーション、エクスカリバージェノサイド。はい、というわけでブラウザバックされそう。ブラウザバックしないでほしい。ちょっと聞き続けてほしい。知らない人は何ってなるよ。あ、そうそうそうだね。なんか急に 何を叫び始めてるんだってことだよね。うん、今日話していきたいことはディアボロの技名考えたいよねっていうことですね。おお。ヒカルってディアボロの技名考えたことある？ほとんどないな。もう見た目とか適当につけちゃってるわ。なんかつけた名前なんかある？これまで。なんだろう、本当に人の名前つける。あれタイソングラントがやってた42とかは、タイソン42って勝手に呼んだりしてる。自分の技じゃなくて人の技になんとなく呼び名をつけたみたいなことだよね。あ、そうそうそう、はい、そのくらいだな。ね、まあ、俺も技名みたいなのねつけたことないんだよね、うん、でも技名考えたいなってやっぱね、技名っていうのがあると非常にその技が普及しやすいと思ってんだよね俺は、うん、何々がやってたこうディアボロ動かすやつとかいうよりも、うん、技名がパシッて入ってるともうめちゃくちゃ広まると思うんだよね。そういうのを考えた方がいいなと思ってるんだよね。昔の人たちが考えた技名さ、さっきさ叫んでたけど、うん、やっぱアクセラレーションとかついてるとかっこいいなって思うし、ね、うん、ネーミングセンスはね素晴らしいと工藤は思ってるんですね。エクスカリバージェノサイドとか考えた人マジかって思うし、それがなんかね広まっちゃったのもマジかって俺はちょっと思ってるんだけど、まあジェノサイドって言葉も今使わないから今言うとしたらエクスカリバーイノベーションなんだけど、うん、だからそのね技名を今から考えようと思います、うんうん、先に技名考えておくといいことっていうのは、まあ、もちろん新技思いついた時にすぐにその技名つけれるっていうのがあるよね。生まれたてほやほやの技を人に教えたりするときにこれはこういう技名なんだよって教えてあげればもうセットで覚えてくれるわけよ、うんうんうん、で技名ついてる技っていうのは何を教えてくださいっていうのをすげえ言いやすい技名があると、うん、なので技をこれから普及していくっていう面では技名を先に考えておくっていうのは結構ありなんじゃないかなと思ってます、ね、うん、もう一つやる意味というか目的としてあるのは、うん、技名を先に考えておけばその技名ってどんな技なんだろうっていうインスピレーションが湧いて新技思いつくんじゃないかなって思ってるんだよね。うん、なるほどね。そう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 、いやちょっと思うでしょ、まあ、いろんなとこから技はアイデア出した方がいいからそこからも来るか。そう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 、うん、そろそろ技名を先に考えておいてそこから技を考えるってことも試していかないといけないと思ってるんだよねこの時代に、うん、この技が飽和している時代ね。うん、っていうことでカルト新技の技名を考えていきたいなと思います。うん、面白い。まあちょっと考えていこうか。まあこういうのを考えるときってまずやんなきゃいけないっていうのは古きを訪ねて新しきを知るというところで、うん、まあ、今のディアボロの技名ってどんな技名があるのかっていうのをおさらいしておく必要があると思うんだよね、うん、ディアボロ協会さんがね、技一覧みたいなのをまとめてくれてるのでね、うん、それを今開こうと思ってるんだけど検定一覧かな。まあちょっと、ね、見ていこうか。あ、3ね、3。あ、3。3もなんかすごい名前つけたね今思うと。ね、太陽だよ。だからそこから派生して考えると、え、じゃあマーズとかムーンとかって技が出てくるかもしれないってことだよね。まあムーンはムーンサルトがあるから、まあ、あー、そっかそっか、確かに絶妙だけど、そっか、だからマーズとかジュピターとかっていう技出るかもしれない。プロミネンスとかもいけるんじゃない。あー、そっかそっか、いいね、プロミネンス。プロミネンスかっこいいよ。かっこいい。何いい、ね、何すんのってなる。だから太陽系の名前、星の名前で作れるよね。マーズ、ジュピター、マーキュリー。マーキュリー、そうか。マーキュリー。マーキュリー。マーキュリーってかっこいいな。あと、まあ、テラとかもいけるよね。アースという響きか。アースと難しい。アースって技、面白いな。何すんだ、ね、本当に。あ、星の名前。サタン、サタンか、そういえば。
あ、土星？土星がサターンだけど、ハイトスのサタンってあれは悪魔の方かな。そうだよね、サタンってハイトスの技であるけど、あれって土星のことなのか、それともより強い悪魔の方のサタンなのか、ちょっと気になるね。うん、土星ってサターンって読む気がするから、うん、読み的なところだけ見ると、うん、悪魔の方な気がするけど、うん、ちょっとわかんないね。わかんない。このサターンも3とかの派生みたいな考え方で、うん、だから土星の周回軌道をイメージした技がサターンなのかもしれないね。輪っかの部分みたいな。だから体の周りを通す技だからサターンってなってるちょっとあ可能性ある。太陽系の惑星は他にはマーキュリーとヴィーナス、うん、マーズ、うんうん、ジュピター、まあ、サターンはちょっと置いといて、うん、あウラネス、これなんて読むんだっけ。ネプチューン。ネプチューンか。だからこの辺の技はもう技候補よね、今の時点で。だってウラヌスとか技考えてみめっちゃかっこいい技だぞそれも。いややばいよこれ。だってさ、めちゃくちゃメジャーなさ星の名前だからさ、うん、技名取り合いになっちゃうよねこれウェブサイトの URL 取り合ってるみたいな感じそう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 メアドとかね、うん、ツイッターの ID 名とか取り合ってるみたいな感じになっちゃう、うん、この技はウラヌスですとか言ったらもうウラヌスってもう使えないから技名にそれ既存技なんですけどみたいになっちゃう。そう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 その技名僕が使ってるんですけどみたいな誰も幸せにならんの皆さん適宜ジュピターとか技名思いついたらツイッターで言ってもらえればと思います、うん、もうこれ戦争なんで技の名前の取り合いなんでウォーターフォールってさ、これなんだ、滝だよね多分。水の名前はな、でももうボールの技で結構取られてるもんね、うん、カスケード、ハークシャワー、ファウンテンも噴水、ファウンテンが噴水だっけ。あ、そっかそっかそっか、うん、ディアボロにも水の名前ついてるやつがあったね。あ、そう、本当だね。ウォーターホール滝だもんね、うん、逆にボールの技にウォーターホールってないの不思議だね。なんか聞かないよね。ね、あんのかな実は、うん、あ、でもさ C とかさ技ないよね、海あ、まあ山があるんだったら海も別に技名になってもいい。そうそう、全然おかしくない。自然、大自然のくくりで言ってC って技あってもおかしくない、うん、だからアンダーザ C とかさ技名作れるかもしれない、うん、ちょっとありそうや、ね、思いついた人もうこれ完全にアンダーザ C だって技思いついた人ももう言えちゃうからね、うん、C って技でもいい別に思いついた人はコンテストできそうだ。アンダーザシーって技名に合った技をどれだけ近づけられるかコンテストみたいな。ああ、なるほどね。大喜利みたいになっちゃう、ね、大喜利技大喜利みんなの思うアンダーザシー。さあ今5球見てるんだけど、レインボーとかあるから、ああ天気にまつわる言葉が技名になってるの多いと思うんだよね。なるほど。やっぱじゃあ雷とかさ技名になりそうだよね、うん、だからライトニングボルテックスとかサンダーボルトとか遊戯王カードバレたは技名候補だよね、うん、ライトニングボルテックスってどんな技なんだ、ちょっと全然想像つかない何か捨てそうで。あーでもそう、あれ技名で俺もすげえ名前つけたなっていうのさ、セバスチャンさんの火炎車はもうすごいネーミングセンスだと思う。あー火炎車ね、あれあれやばいよね。火炎車っていわゆる中理的な意味なのかな。なんでそうなったんだろう。まあ足の周りを逆に回るから、え、なんでよくわかんない。一応火の車っていう昔から日本語としては単語はあるけど、うん、全然それと関係なさそうだもんね、うん、火炎車がいわゆる普通の名前としてあれだったら火以外の属性でもいけると思うんだよね風は風車になっちゃうか、ダメだ、うん、そしたらウィンドミルだね。そうだね、そうか、やられた先人の歩いた道をまんまと歩かされた今やられた完全に、うん、まあちょっとじゃあ検定に入ってない技で言うとビッグバンとかさ、あああれもいいよね。あれも技つ名について広がりやすくなったような気もする。そう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 、いい命名、技がついてて、で実際かっこいい技だからっていうのがあって、うん、広がってるんだと思うんだけど、そうビッグバンか、宇宙の爆発だからね、まあ、プロミネンスじゃないけど宇宙の現象とかにインスピレーションを受けて技名つけるのも悪くないかもしれないね。だからスペースデブリとか今後出るそういくかなんかもうちょっと違うの来ると思う。ブラックホールとか来ると思ったら、あ、ブラックホールはね
スペースデブリ考えつきたい。ブラックホール名前俺作りたい。ちょっと考えたいな。あとなんかあるかな、グラビティとかさ、単純だけどさありそうだよね、うんうん、ゼログラビティとか浮遊感のある技にゼログラビティですけど、ね、でその技の発展系が思いついたらどんどん技名を足していくの。ディオガグラビティとか。ガッシュのそれ。どんどん技つけていけるからね、うん、バベルがグラビティとか。まあ、2D や 3D やとかになっていくのか。今さ、バータックスでさ、最近みんな流行って標準技になりつつあるドラ焼きって技あるじゃん。うん、ドラ焼きってすごいよな、技名についてるのは。うん、食べ物の名前だからね。でもさ、ドラ焼きありなんだったらさ、なんか好きな食べ物の名前技にできるよ、これから。どら焼きっていうところが絶妙だよね。食材というかそのものじゃなくて加工されたものだもんね、どら焼きって。俺は甘いもの好きだから、パン、あ、パンケーキ、あ、やられた。あ、やられた。先人のリングの、リングの技ね。完全にやられた。今完全に先人が歩いてきた道のりをまんまと歩かされて、また2回目。うわー、マジかー、やられたー。すごいな、やっぱ先人ってすごいね、うん、パンケーキもすごいよな、名前ついてんの、うん、マジかって感じ。あ、マジか。まあ、確かにあれは返す時の感じというかね、するもんね。うわー、ショックだマジで。ちょっと自分がパンケーキ好きなのを恨むレベルでショック。じゃあちょっとなんか他の甘いものでいこうかな。パフェとか、パフェ。パフェって五感ちょっと良くないな。かき氷とかは、かき氷。あんみつとかは。あんみつ、はい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 。なんか、ディアボロにとか、一つのディアボロとかスティックに何かがかぶさって、なだれ込んでいくような、かかっていくようなイメージね。まだ作れるね。あんみついいね。あんみついいな。あんみつって技めっちゃ作りたいし、それなんか、いろんな色のディアボロでやりたいな。なんかカラフルで美味しそうなあんみつをやりたいの。亀井さんの技の中に、うん、ガメラってあるじゃん。あ、うん、ワンディアボロと2スティックセットの組み合わせでやる技の総称を今ガメラって言ったわけじゃん、うん、あのバータックスのね。だからガメラっていう名前がいけるんだったら、うん、怪獣の名前結構いけると思うんだよね、うん、例えばバルタン星人とか。バルタン星人もさ、だってさ2スティックセットじゃん、あれ。ガメラから派生させようとして、チャオ通販とかがやってる技とかにバルタン星人とか入ってても何ら違和感もないよね。なんかつけるべきだと思うよ俺。水平とかの2スティックセットやってる人をバルタン星人って名前1個つけるべきだと思う俺はね。中二寄りだとあれだね、バハムートとかドラグーンとかないよね。あー、確かにね、ないね。あってもいいよね、だってガメラあるもんね。バハムートって名前つけるのすげえハードル高いな。ね、バジュラとかつけたいよね。マナーを2減らすとか。潮流バジュラ。幼少期の記憶。じゃあ皆さんちょっと技名を取り合いしてもらって。すごい武器商人みたいな。なんか闇市のなんかね、武器商人みたいな、ね。早いもん勝ちだよって。こんなところかな。光なんか他に話したいことある？まあ、ちょっとね、サンを作った人にはちょっと疑問は残るけど。ちょっと今日の一番の気づきだよね、サン。うん、サンって。サンからのサターンに気づいたのが、うん、今日の一番の気づき。実際どっちなのか分かんないけど、サターン。そうそうそう、だから新しい技の技名を考えようとしていただけなのにもかかわらず、うん、既存の技の定義と意味に疑問を見出してしまったっていう、うん、すごい感じですよ。皆さんも何か新しい技名思いついたらコメント欄に書いてもらえたらなと思います。じゃあこれでディアバラコンテ第2回終わりたいと思います。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上、バイバーイ。